解禁。DVD にでもしたらいいね。松本人志のこの一言から始まった。ちょっとね、テレビでは放送されていないダウンタウンの前説が DVD に。ほんかお前らは負けるかと思え、うん、と思ったら、うん、本番が始まるとぐんぐん伸びるタイプだったね。来てたよ。もう苦悶式のようでしたよね。いやそれは知らんけど、うん、まあぐんぐん来てました。さあ今日の客は意外とこれ元気あります。結構元気ある。元気ありますよ。ただこの元気がいつまでも使ったりね。元気だけじゃないんですよ。いつも触っていくからね。元気だけじゃダメですよ。だけじゃない定時からダウンタウンの前説。